その菅原が今度は下がってサーブです。奥を狙った、これはいいサーブになった、崩した。さあどうするか、岡村、福留から、そしてライト攻撃、ロザマリア、アランマーレはどうするか、ハイセットになった、これは合わせるだけになった、リバウンドを処理してレフト攻撃、センター線を使いました、入りました、セッターのサーブを得意としています。梅津、声援を背に受けながら高さを狙った、ネットに合わせていたのは黒部です。